どうもこんにちは、裏切りマンキーコングの藤井です。はい、今日ですね、朝今9時半なんですけども、まあ今からね、西澤くんと一緒に、スプラトゥーンの動画を撮ろうと思って今西澤くん家に来てるんですけども、まあちょっと西澤くんが起きる気配がないので、このままもう始めようと思いますので、はい、ちょっとじゃあ準備します。いや、何個ゲームやってんだこいつ。どれやってて寝たんだよ。パルテナつきっぱなしだしな。ちょ、じゃあこの状態でもうスプラットついてるんで、このままちょっとガチマッチ潜っちゃいたいと思います。じゃあガチマッチ入ります。兄さん、撮影しろ。ほら、スプラトゥーン撮影やる。うん、いやもうやってるから、やってる、もうやってる、やってる。何やってる、やってる、ほら早く早く。何、いやもう始まってるから、ほらエリア、エリア、ほらじゃないの、エリア、エリア、早く早く早く。え、エリア武器はじゃあお前が使ったやつ、さっきお前が昨日使ったままにしてたやつ。早く早く早く、ザップ、あ、ザップだ、赤ザップ、赤ザップ、ザップ早く早く早く、頼むよ、買ってよ、寝起きトゥーン。そういうこと、寝起きトゥーン。じゃあお前が起きないからだからね、これ。ちなみに俺今日朝行くよってさ言って、はい、鍵開けといてっつってさ、はい、開けときましたよ。でしょ、で起きてっつってもお前なんか、はい、ほら音はい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 、でお前が起きて、はい、いや、じゃあもう朝からやりますよみたいな言ってたから、で朝からやろうってことよ。はい、ありがとうセンサーのありがたみは分かってる。寝起きでもじゃあ買ってくださいよ。ここは言い訳には使えないからね、寝起き、はい、よいしょ。お前考えて喋ってるよ、お前。え、何がですか。声優しい、はい、1、1、あ、いいよいいよ、1、1人、1人、1人、はい、いいよいいよ。それでエリア、ルールはエリア、場所はマサバ、はい、はい、マサバ、いや、マサバだよ、ずっといるだろ、お前。もう1分ぐらいマサバにいるから、お前もう。さあ、こっからどうやって勝つのか。いや、じゃあ、同じとこ立つな、お前。お前、本音から言ってんだな、やっぱ。こんな寝起きでもその言葉出るとか。普段は本音で言ってんだな。あ、やばいやばいやばい、ゴブラ来てますね。さあ、いや、怖い。ノバオだよ、ノバオ。うん、スパショも来てるね。さあ、ノバオが左上にいる。ノバオって言ってんだよ、いつも。さあ、リードしたよ。危ない、あー、やばい、これは。うわー、逃げらんない。さあ、やばいよ、これは。いやいやいや、書いてる場合じゃない、書いてる場合じゃない。もっと喜怒哀楽して。いや、朝具合悪くなってんじゃん。血圧低すぎて、具合悪くなってんだよ。さあ、はい、頼むよ、勝ってよ、視界が半分ぐらいなんだよな。めっちゃ顔むくんでるもんだって今。もういいいいいい、大丈夫大丈夫大丈夫、大丈夫、この感じで欲しがっても面白くないから。危ない危ない、やばいやばいやばい、やばい。おいね、さあ77カウント取って、早く1回倒せば、ほら1回倒せばインターバルでいいから、なんか飲み物とか飲んで。あ、そうか、そうそうそう、1回倒せばインターバル取っていいから。うわ、もう取られてた。ああ、残業、取られる、残業、寝起きで残業よ、お前。寝起き残業、そんな会社あんの。めっちゃ早いけどな、就業が。さあ、ああ、見てるね、まずいよ、これは。プラスコープ弁当、さあ、これいけるんでしょうか。あ、いいね、ついにスプリンクラーを作動者に置いたよ。あ、覚悟してる、味方が、いいね、いい味方、よかった。味方はちゃんと起きてるね。起きてるか寝てないか。あ、バレてる。さすがにね、さすがにね、さすがにバレてる。さあ、3落ち、まずいよこれは。出ていくんですか、ここから。いや、んーじゃないよ。んーじゃないよ。なる、こうなる。危ない危ない危ない。さあ、塗っていく。なんで赤ザップ使ってたの。ザップ、はい、
あー大会か、うん、ザップの、まあ赤ザップが好きなのに一番ザップの中で面白い。あー危ない、あーあー逃げてくね。さあだから逃げてる間に、あーやばいね、ちょっと取られちゃうぞね、取られちゃうだけまずいね、ちょっと時間がやばい。うん21、20、もうもうちょっとだよ、やばい。13、12、来てるね。あやばい、はあ、エリア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 じゃなかったな声ちっちゃお前負けちゃったじゃん。でもちゃんと環境良くしてよ。いやいやいや関係ない関係ない、それは他も寝起きかなこれみんな寝起きかなこれ、うん、次は勝てる。もう赤ザップの今日は赤ザップ動画でいいね。じゃあうんザップの、じゃあ赤ザップの格言ちょっと言って。え赤ザップの色を赤だと思ってるやつは さあもう勝てるっしょ。でももう勝てるっしょ、起きたもんね一試合やって、うん、いや俺はもう起きてますから、もう完璧に20分自転車こいできてるから。さあ味方の編成はなんかトルネード多いね。はい、トルネード多めですので勝ちます、勝ちましょう。これはでも撮ってんだもんねこれね。撮ってるよずっと、寝てるとこから撮ってるよお前は。うそ、ほんとほんと、パルテナがつけっぱなしだったとこからパルテナパルテナやったでしょ昨日。パルテナ昨日夜やってたスプラトゥーンやって合間にパルテナやって携帯いじりながら寝たんでしょ。そうやばいやつシャドバースやったどれで寝たんだよどれが決定打で寝たんだよさあ勝ってください。ここはちょっといけますかねこれ。さあここから、まあでも塗りはかなり強いはずなんで今こっち側、うん塗りは強いのでここでいかにね、うわー木の取られないかな。これつまんじまなんか、なんつってた今全然聞き取れなかった最後の方。さあ取られっぱなしよこれ。トルネード2つあるからでもね無理やり取ることはできるっちゃできるんだけどね。あいいよいいよ、いいいい強力だったね今ね。さあかなり塗り状況は悪いですが、とりあえず一発打ち込んで、さあこれを生かしてほしいね味方にも。あ今だって、あやばい、うわー3人いる。さあこの3人でもそこに3人勝てねえよズタボロじゃん。ズタボロだよ俺含めて1人も強い人がいないから勝てない降りるしかない。でもこれ殺されるからこれ。ああもう絶対に負けつついく。ああダメか、時間ないもん。いや全然勝てないね。どうした今日、えどうしたの。寝起きだろう寝起きだろうってねタオルもないし、あタオルも空いてない。髪持ってきてねえの。タオル使えねえなマジ何しに来たんだよいやいや俺いつもこうやって持ってきてないでしょ。なんおいいやお前の横に置いてあったやつよ。いや銭湯じゃん銭湯いただいたタオルね、かわいい。でもこれいいタオルでしょ、めちゃくちゃめっちゃいいタオル頭に巻くタオルじゃないと思うけど絶対になんか木箱みたいなのに入ってない。俺あのハンカチの方だったから俺はあの使いやすい方だったから、はい、よし勝ちましょう。巻いてくれって意味でやっぱくれたと思うんだよね。まあまあね、お前にタオルくれるってことだね。それだけタオルが浸透してくれてると嬉しいね。なんか新型のドラえもんみたいになってるなんか新しい種類のドラえもんみたいになってない俺あのあれじゃかわいいあのなんか絵柄になってるやつファンタジーグッズ屋さんでちょっと白みがかったドラえもんみたいな。いいから勝ってくださいよ。ちょっと勝ちを見に来たからみんな。さあここでまっすぐ突っ込んでいくね。まずはザップはでもやっぱ塗りが強いイメージが、赤ザップは特に。もう一人死ぬよ。あららだからその木にあれつけると強いですよね、スプリンクラー。あーでもそんなこと言うてる場合じゃないと。おーいいね、よく勝った。さあこれ怖い、これは一旦逃げるっきゃないね。危ない危ない、よーし。そして撃てるといいよ。さあ落ち着いて落ち着いて、まだまだいけますよ全然。うーん怖い、
まだまだいけるはずだが、あーきついね。多いよ、確保された。さあもうちょいなんだが、バリアが来てますね。バリア、あでもバリア消えた。あいいよいいよ、いいタイミングで倒したよ。さあ一旦塗って、一旦塗って、いいね。まずは確保で、ペナつけて、ペナつけからの、あー危ない、おーいいですよ。そのハイドラに打ち勝つ、しかもねスプリンクラーが2本ついてるかな、もしかして味方の自分だけかな。さあいいですね、トーネードで邪魔をして、その間もスプリンクラーが塗ってくれてますね。危ない危ない、いいよいいよ、あ1本だね。さあだが、うわーちょっときついですね、エリアが止まられちゃいました。うんいいよ。さあまた確保されちゃいましたけども、まあペナがついてるので一応、おおいいね。うわっ、スパシャかこいつ、え俺が倒したのがスパシャだったと思ったんだけどな。ああいや、スパシャがもう一人いたと思う、もしかして下手したら。さあまたリードされちゃいますね、このままと。まあ、とりあえずリードされちゃって、じゃあ上にハイドラいただくだ。おお、いないね、大丈夫そう、オッケー、まっすぐ行って、さあバレてしまいましたが、まあお互いバレてる状態今、もうお互いにバレ合ってる状態、味方が2人落ちてる。さあバレてますよ、逃げれた、よし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 。さあこれは確保しづらいぞ、相手危ない、なんか後ろいた、うん、さあこれはきつい。さあストップ、そのまま一旦取ってほしい。あー2落ち、あかんですねこれは。お飛んじゃいました、543。さあ一旦止めたかった、これはまずいね。あれれ、えこれはやっぱ寝てないと、寝てないとって言ってたじゃん、この前この前寝ないでやったじゃん、うん、で今回いっぱい寝たわけじゃん、いっぱい寝てたわけでしょ今日、もう9時半まで、昨日お前10、もう0時過ぎぐらいにはもう寝ますっつってさ、うん、言ってたじゃん。いやでもこれ俺悪くないいや、なんてこの試合俺悪くないいやいやいや負けてるもんだって。いや悪くなかったいや何を根拠で言ってんのそれ。あと1本ぐらいで取れたかわいい、うん、いやいや勝たなきゃ、勝ち勝ち、いやあと、じゃあこれ勝ったら終わりでいい。あじゃあ分かった、これ勝ったらもういいよ、これ以上ちょっとあれだから、なんか見るに耐えないからこのこの絵面わかるでしょ自分で、めっちゃむくんでんじゃん顔、いやパンパンよ、うわー、なるほどな。いやこれね、さっきからね、うん俺も悪いよあれあれ悪いけど、いやいや、うんうんうん、だって弱くない分かんないけどあれちゃんと見てないけどさ、寝起きならではのあれれれ、そんなことないか、うん、まあ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 、でもじゃあ一つの検証結果か、はい、寝起きは勝てないとな、勝てる人は勝てんじゃない、あ、ほんとに寝起きでも強い人は強いと、いやだって寝起きでさこうやって、うん、もう一回出しよう寝起きでさこう、はい、じゃよしやろうって思ってやるわけじゃん、はいはいはい、はい、俺やろうと思って起きてないからさ、うん、でも寝起きのさ、あいやいや寝ないで寝ないで寝ないで、寝ようと思って寝ないで、寝起きのバンダレーシューバーに喧嘩で勝てる、じゃあ勝てんじゃないかな、本当にバンダレーシュー、じゃ違うよ、寝てるとここれダメだよ寝てるとこにこうじゃないよ、寝てるのを、うん、はい、シューバーさん、シューバーさん、はい、はい、はい、つけて、グローブつけて、はい、ファイトってやったら、ってこうやってこれシューバーのこれで、なんじゃないのいや、だってそれは俺がシュー、だから俺は C、ほら、C プラスとかさ、あーなるほど、ね、A とかに負けないよ、はいはいはい、あ、A の、縄張りだったら負けないみたいな感じが、もう、縄張りとか、まあそのガッチガチじゃなければ、相手が、そう負けないよ、はいはい、でそ俺だからね、なんていうのかな、内藤大輔対みたいな話でしょ内藤大輔に寝起きのバンダレーシューバーがいるみたいな、うん、みたいな感覚だと思う、なるほどね、それ言ってんの、あーじゃあまあまあ確かに古いんだよな、死にましたよ。
まあ、寝起きでなんかこうわちゃわちゃしてなんかやりたいのはわかるけどさ、うん、カメラの容量は見といてくれ。いや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 、お前に預けてあるからこれ。いや見てくれよ、だって一人なんか撮ってたんじゃないのこうやって。いやいや見てたよ。で、俺ないと思ってるから、このあの2週間前ぐらいのやつ今残ってて入れてないでしょまだって。2週間って3日前4日前でしょ。マリオネタとか。いやだいぶ前ですよそれは。もう早く入れて、あの容量をね、もしかしてでかい容量のやつをね手に入れないと。さあ勝ちましょう、マサバで。マサバの一回勝ったから。いやダメダメ、それはもう映さないと、ね、映さないと勝ったところ。まあだから今のところ戦績は2勝、1勝2敗だ。これ勝てば2勝2敗だから。なんか自分入ってる。え、あ、え、届いてるだけじゃない。右から回って、あー本当だ、すごいね。なんか飛び込ん、いやいたんだ。ここにいた。ユーマみたいな気がするじゃん。ここにいた、さっきまで。さあ塗る、いいね。まず塗っちゃう。そしてあー通りすがりうーんって絶対適当だったもん。まあ見てはいなかった。多分でもあの道に打つのってでも悪くないんじゃないの。結構狭いし当たる確率高いんじゃないの。さあ真ん中から行って、まあストップはされているが、結構このねマサバのエリアの範囲は意外と広いので、塗ったつもりでも塗れてなかったですからね。いいよ、いや確保し続けて。うん、まずい。おお危ねえ。ビーコンじゃねえや、スプリンクラー、スプリンクラーが守ってくれたと思うんだよね。あマジで、うん、スプリンクラーが盾になった。結構あるよ、すごい、ね、やってるみたいな。スプリンクラー使う人は、あーもう逃げるときにスプリンクラー自分の場所にポンって置いて、へえ、一発耐えるみたいなね。なるほど、ね、それはでも面白いな。ビーコンでも同じことできない。ビーコンはでも立ち上がるのが遅いのか。かな。なるほどね。さあ、一応まだ確保されてないので、いいね。さあ、これノックアウトしたんじゃないの？もしかして。うん、うん、もうちょっと、もうちょっとよ。いいよ。いけるよ、これ。おお。あら、いいじゃないですか。こっから3連勝よ。え、あれ、え、なにどういうこと。1個前の入れてってこと。じゃあ、こっから3連勝。こっから3連勝。いや、いいだろ、これ入れてよ。あー、これ入れ、え、だからさっきの、え、1個前は。お前ももう入れて、だから次勝てば3連勝。もう3連勝。あー、オッケーオッケーオッケー。で、なら、よしとしよう。なら、よしとしよう。俺、今から3試合、もういいやと思ってたから。次も勝ちましょう。これは何も考えれないな、寝起き。やっぱその睡眠ってしないとやっぱそれはもちろん考えられないけどさ、うん、やっぱ寝起きもやっぱダメなんだね。いや寝起きいけると思うけど、いっぱい寝て、そのふい殴られてるわけじゃん俺いきなり。起きてバーンって殴られてるわけじゃん。あーいやいや殴ってない殴ってない。リングに立ってたの。リングで起こされたのお前は。俺はでしょ。でも普通に寝起きでやる人は、うん、布団で起きてすぐリングに立つじゃん。布団で起きて準備してリングに立つ、うん、俺は準備せずにリングにパッと立つ、うん、布団ごとこう投げ込めるだからやっぱ違う。よしやろうってなった時にはもう負けてるから、うん、グランドから始まってるからでも素晴らしい動き。いいよ。あーええ、お尻に。いやいや当たってない当たってない。ああ壁入ってからやられた。あ、でも勝った勝った。壁入ってからやられた。あれ納得いかねえなー。寝起きだしね。寝起きなのにそんなことも。完全に壁曲がってからさ、うん、ヒューってきたもんね。待て待て待てって襟引っ張られたもんね。まあでも勝ちまして、あーいい、悪くない悪くない悪くない戦績だと思いますよ。はい。ごもってんな今声。はい、あと一回、あと一回やる。ちょっとかっこいい、倒したい、寝起きかっこいい見せて。さあ行きましょう。デカライン、デカラインはでもまあ木にでもスプリンクラーつけられたらでかいもんね。初手、はい、初手スプリンクラーはなし。足元スプリンクラー、あり。毎回毎回俺が言って思い出すよねそれ。
普段やんないか。やる。やるか。初手スプリンクラーみたいなの最初見つけられた時にすごかった。これいいね。あ、ぶないぶないぶない。早ー、もう打ってんの。すごいね、そんなに塗ってたんだ。あぶねえ。なんなら進んでない。超いいとこ打った。これ死ぬんじゃないか人。おお。いいね、トルネードでキル取れるのいいね。とてつもないアドバンテージが取れたと言ってもとんでもない。さあ相手も逃げ切れない。いやー、それはもうそれこそカーボンの弱みであり集団の強み。いいですね、安定。しかも壁も塗りまくり、塗りまくりようですよ。塗らない人多いな、やっぱり。そのやっぱ倒すとか、その先に進むことが頭に あると、まあそれがあるからこそ塗れるってのあるけど、ね、その人がいて止めてくれてるからこそみたいな。さあ、うわー、これうわ、木に助けられた。危ない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 。よいよよいよよいけど、見えなかった。いや、ちょっと押したつもりだったけど全然押せてなかった。死ぬんじゃないですかね。当たってなかったか。うん、多分。ああ、ザップでも全然減らないんだね、スペシャル赤ザップ。もうトルネードを打ちまくってくださいみたいな。多分ショーじゃない、3分の1だし減ったの。いきましょう。これ死ぬんじゃねえかな何毎回言うのそれうまいところ打ったから言ったのかと思ったのに。毎回言ってる。さあいいですね。でも塗りの状況は悪くないですし、エリアも取ってますし、味方も結構キル取ってくれてる感じ。クイボクイボクイボ、嫌なとこにあるね。ザップでギリギリ届くぐらいか、そこ。やば、あ、嫌なやつ嫌なやつ。ああ、いいね、守っちまう。さあ赤ザップ一人で守ることもできなくはないが、おいおいおい、びっくりした。ナモのセンサーが欲しいね、もう一発さっきくれたから。そうしたらお前だ。あらら、え、当たったの今。木で見えなかった。うわー、何、クイボか。スパショ、しかもスパショ、あのカーボンじゃない方。さあまずいよ。あ、これは大丈夫。どに突っ込まないように。それ勝てる、そらきついね。いやいやいや、ああ、いったいったいった。さあどうやって取り返すか。取り返す、いい、あぶねえ。無理やり。さあ味方がそれを生かしてくれれば。ああ、ボム置いてきたか。いやー、これはまずいね。ロングか。ロンタムが強いですよ、ロンタムが。おお、すごい、こっち向いてる間に。いいね、味方取ってくれと思ったんだけど。いやいやいや、まず自分をねやってるうちに勝手にトルネードが溜まるからね。さあさあさあ、来ましたね、今ならね。スプリンクラーじゃなくて吸盤が。嫌なカーボンだこと。打っちゃう。ああ、大丈夫でした。ストップしたけど、ああ、確保。いいよ。ああ、うん、そらな。そらそうなるわ。さあ、あ、でも倒したね。いいよ、いいよ、いいよ。いい感じじゃないですか。さあ、このまま行きたいところ。あと1分。このまま行けばカウントで勝つこともできる。ノックアウトもできる。さあ、いいとこに置く。しかも味方のナイスタイミングセンサー。バレバレですね、みんなそっち行っちゃう。お前見てんだっていう。あ、なんだよ。何回。あ、いいよいいよ。おお、いいね。そいつも行っちゃいたい。あー、もう一人いた。あー、やばい、しかも取られてる。さあこれはちょっと嫌ですよ、この感じ。しかも全落ちしてない。全落ちしよう。あー、やばい。あと30以内に返さないと。さあ、おー、いいよいいよ、味方が倒してくれた。さあ一落ちをうまく使いたい。もうなんなら隙をついて塗っちゃえば勝ち。いや、よかった。あー、よかった。味方強いな。ゾワッとして今。おめでとうございます。
やつあれ激動だったね今寝起きからの味方のせいにしようとしてやっぱり味方が最高って。なるほど、いい感じだったんじゃないですか。納得いかないな今回は。何って寝起きでもその貪欲さはあるのねお前ね。勝ちたいっていう。勝ちたい。それはいいことだと思う。顔のむくみも。あ。ああ。ああ落ちた。ああもう強制終了。強制終了。強制終了。ああ。まあまあまあどうですか。どうした寝起きは。今日の寝起きはどうですか。今日の寝起きはまあ良かったよね。起きてすぐゲームできたから幸せ。自分じゃやらないでしょって。起きたらうーってこうやってうーってシャワー浴びたりとかさ、トイレしたりとか。そういうのしない。しないんかい。じゃあいつものやつじゃねえかじゃんこれ。まあでも寝起きはマジ弱かった。なんぼ寝起きの西澤はマジ弱。いやそれ普通じゃない。結果ね。うんそれ普通だと思う。なんかすげえ責められてるけど。まあまあまあでも、うん、こんな感じでした今日は。はい。そう。じゃあちょっと次は。前に言ったかもしれない。前の寝てないトゥーンの時言ったかもしれないけど、うん、次は万全の状態でお願いします。いや、はい、それこっち側サイドの問題じゃないからうちの問題だから。違うよ、起きててやっぱ用意しててくんなきゃ取るってなったらね、うん、はい。というわけでまた次回はかっこいいね、うん、まあ、ザップか分かんないですけども、はい、見せていただきましょう。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。